だね。あー疲れた。タリサ姉さん。エリス。うん。誰かの野郎。どうだ。ピラミッドパワーです。海東京出てきて泊まるとこないんだよね。音っつうのはやっぱ生き物なんだよね。決まってそれが決定でずっと行くわけではない。ないないない、もう全然生きてる。だから騙してくれ俺をみたいなね。かっけえ。俺が最近夜何やってっか。社協。お父さん何してんだよ。お前父さんだっていろいろ不自由してんだけど、このぐらい匂い変わってるんだよ。いい話だよね。やめなさい。何やめろっていうのか。おい、いや、お前始めんのかい。生放送中にやめちゃおうかな。ビールは人にかけるものじゃないでしょ。じゃあお前鍋は頭に乗せていいものだよ。結構でもタクさんなんて美味しいのよね。そりゃなこういう時は久々に家族のうわひし飛ぶぞ、命がけて飛ぶぞやろう。